東の物語は人間と自然、神々との関係を描いた民話集です。これらの話は人間の欲望や矛盾、そして自然との関わりを浮き彫りにしています。また、これらの物語は東の地方の風土と生活を反映し、その地域の文化や風習を理解する手がかりとなっています。東の地方の人々が抱く神々への畏怖や感謝の気持ち、自然との調和を求める姿勢が物語に表現されています。これらの物語を通じて、柳田邦男は日本人の信仰や生活習慣、自然観について深く掘り下げています。最終的に東の物語は地域の文化を記録し、伝えるとともに人間と自然との共生を示す物語となっています。